大人も子供も楽しめる全国の恐竜博物館13選。恐竜の化石といえば福井県や熊本県、兵庫県が有名ですが、恐竜の全身骨格から実物大の模型、動くロボットまで見られる場所は日本各地にあります。中には化石発掘を体験できるスポットも。今回は恐竜の全身骨格がある全国の博物館をご紹介します。まず1軒目は、世界的にも珍しいしゃがんだティラノサウルスの全身骨格が見られる国立科学博物館。1877年、明治10年に創立された上野恩賜公園内にある総合科学博物館。展示だけでなく、調査研究や標本資料の収集保管といった活動も行われています。常設展は日本館と地球館にまたがっており、多数の恐竜が見られるのは地球館の地下1階。獲物を待ち伏せしているような姿勢で展示されたティラノサウルスの全身骨格は一見の価値あり。また日本館3階では、日本で化石が発見された首長竜、双葉鈴木竜の全身骨格が見られますよ。お腹が空いたら地球館中2階のレストランムーセイヨンへ。一押しは恐竜の足跡をかたどったハンバーグが印象的なジュラキハンバーグプレートです。2軒目は、恐竜の全身骨格が50体もある世界三大恐竜博物館の一つ、福井県立恐竜博物館。2023年7月にリニューアルオープンし、恐竜の全身骨格の総数が50体に増設されました。そのうち10体は実物の化石を使ったもの。福井県で発見された5種の恐竜と1種の鳥類をかたどった全長約13メートルのモニュメント、恐竜の塔。時間帯によって異なる光の演出が楽しめますよ。常設展示室の一つ、恐竜の世界には大迫力のティラノサウルスロボットが。またタマラサウルスの実物全身骨格やブラキロフォサウルスの実物ミイラ化石など見どころ満載です。リニューアルで新たに加わったスピノサウルス科の大型肉食恐竜スコミムスの骨格標本は要チェック。その隣にはティラノサウルスの骨格標本も。3軒目は、エンターテインメント性が高い壮大な展示空間に引き込まれる北九州市立命の旅博物館。生命の進化の道筋や人の歴史について楽しみながら学習できます。ティラノサウルスやトリケラトプスなどの恐竜が見られるのは展示スペースの一つ、アースモール。アースモールには肉食恐竜ギガノトサウルス、植物食恐竜ディプロドクス、翼竜ケツァルコアトルスなどの全身骨格が所狭しと並んでいますよ。背中に大きな帆を持つ獣脚類スピノサウルスの大型骨格標本は迫力満点。その全長は15メートルもあります。さらにエンバイラマ館には白亜紀前期の北九州地域を再現したジオラマが広がっていますよ。福岡県宮若市で化石が発見された肉食恐竜ワキノサトウ竜は必見です。4軒目は、恐竜の生活から生物の進化、地球環境問題まで幅広く学べるミュージアムパーク茨城県自然博物館。恐竜はもちろん、茨城の自然や人間との関わりなどについて発信。展示室地球の生い立ちでは、ティラノサウルスとトリケラトプスの動く恐竜ロボットが見られますよ。恐竜たちの暮らしをジオラマで紹介するほか、ティラノサウルスをはじめとした恐竜の全身骨格が展示されています。エントランス付近には白亜紀前期に生息していたヌオエロサウルスの全身骨格も。横にある木は白亜紀から存在し、生きている化石と呼ばれるメタセコイア。観覧後はレストランルサンクでお食事を。恐竜カレーには恐竜の形をしたナゲットが盛り付けられています。5軒目は、恐竜の貴重な実物骨格をはじめとした展示品に好奇心を刺激される群馬県立自然史博物館。地球と生命の歴史や群馬県の自然などについて見て触って学べます。さらに恐竜の標本や模型から太古のロマンを感じられるはず。常設展の A コーナー、地球の時代にはトリケラトプスやブラキオサウルスといった恐竜の全身骨格がずらり。地球の成り立ちや生命の進化を紐解きます。
ジュラ紀後期のカマラサウルスの実物骨格は貴重な展示品の一つです。研究の結果、このカマラサウルスはメスの個体だと考えられています。トリケラトプスの化石発掘現場を再現したボーンベッドも見どころ。床がガラス張りになっており、発掘現場を真上から眺められますよ。6軒目は、郷土の自然や文化の資料に加え、恐竜の模型や化石の展示も充実している栃木県立博物館。栃木県中央公園内にある総合博物館です。栃木の自然や動植物、地層などの資料が時間軸に沿って展示されています。中生代の構内には全長9メートルもあるアロサウルスの生態復元模型が。ステゴサウルスの全身骨格やティラノサウルスの頭部化石のレプリカなども見られますよ。プテラノドンの全身模型は吹き抜けになっているエントランスの天井にあります。1階から見上げるほか、2階から見下ろすのもおすすめ。7軒目は、巨大な恐竜の化石から昆虫、隕石まで実物標本が約1万点も。神奈川県立生命の星地球博物館。46億年にわたる地球の歴史と生命の多様性を時系列を追って分かりやすく紹介。館内には生命を考える、神奈川の自然を考えるなど計4つの展示室があります。常設展示の一つ、生命を考えるでは、およそ1億6000万年もの間栄えた恐竜の時代にも焦点を当てています。エドモントサウルス・アンネクテンスの全身骨格はなんと実物。ディプロドクス・カーネギーの全身骨格は順路をまたぐように展示されているため、お腹の下をくぐり抜けられます。恐竜の大きさがよくわかりますね。陸上の恐竜はもちろん、空を飛ぶ翼竜や海を泳ぐ魚竜、首長竜など陸海空の化石が勢ぞろいしています。8軒目は、恐竜の骨格や化石の展示に加え、化石発掘体験もできる神流町恐竜センター。1985年に群馬県田野郡中里村で恐竜の足跡が発見されたことを機に開館しました。恐竜たちの生態をロボットで再現するライブシアターは必見。アジア最大最強の肉食恐竜と呼ばれるタルボサウルスの骨格標本は迫力満点です。また触って乗れるティラノサウルスの三上骨格も。珍しい展示品、格闘恐竜。ベロキラプトルとプロトケラトプスが戦いの最中に砂嵐に巻き込まれ化石になりました。植物や貝などを含む化石の発掘にチャレンジできる化石発掘体験を筆頭に、さまざまなイベントが実施されています。化石を見つけた時の達成感はひとしおです。9軒目は、恐竜化石だけでなく地層に関する理解も深まる三船町恐竜博物館。熊本県上益城郡にある三船町は、肉食恐竜三船竜の化石が発見された恐竜の里です。そんな三船町の地層と恐竜化石を探求し、後世に継承する博物館がこちら。地域で発見された化石をはじめ、展示資料の数は約850点。トリケラトプスやティラノサウルスなどの全身骨格を中心とした常設展示室、恐竜たちの世界では、化石から恐竜の多様性や生態などが学べます。常設展示の一つ、白亜紀の御船にも知的好奇心をくすぐられるはず。さまざまな恐竜の化石が産出する地層、御船層群の特徴を知れば、ますます化石に興味が湧くでしょう。10軒目は、エドモントサウルスの化石や恐竜の実物大模型などに注目、豊橋市自然史博物館。アメリカのデンバー自然史博物館と豊橋市が友好提携を結んだことをきっかけに、1988年に建設されました。地球や生物の歴史をたどる展示では、46億年前の世界から人類が現れるまでの移り変わりを紹介。自然史スクエアにはティラノサウルスとトリケラトプスの全身骨格が展示されています。中生代白亜紀後期に生息していた植物食恐竜エドモントサウルス・アネクテンスの実物化石は、同館のシンボル的な存在です。展示室の壁画もお見逃しなく。入り口前の広場、野外恐竜ランドにはブラキオサウルスの親子をはじめ、実物大の恐竜模型が10体。
各恐竜の特徴や発見場所などが記された解説版付きですよ。11件目は学術的にも貴重とされる巨大なティラノサウルスの骨格標本あり、ベレックス恐竜博物館、長崎市恐竜博物館。長崎の自然史や恐竜の歴史など5つのテーマで構成された約180点の多種多様な標本を展示、中でも長崎市で発見された恐竜の化石が見られるのは道館ならでは。恐竜の時代のフロアでは迫力ある恐竜の全身骨格標本を間近で見られます。また壁面には長崎市で発見された化石をもとに描かれた恐竜の復元図も。トリックスの愛称で知られる世界最大級のティラノサウルスの全身骨格レプリカの展示は国内唯一。全長13メートルのトリックスと大きな窓の向こうに見える世界文化遺産軍艦島とのコラボレーションは必見です。最新の学説に基づいて羽毛や鱗などを再現した全長6メートルのティラノサウルス化復元ロボットも見逃せません。匂いを嗅いだり大声で吠えたり、その動きはまるで生きているかのよう。12件目は新属新種の恐竜化石が見つかったことを機にオープンした丹波竜化石工房。恐竜化石のクリーニング作業を行うとともに丹波竜の化石展示や体験学習の場として開設。丹波竜とは2006年に兵庫県丹波市で化石が発見された新属新種の恐竜です。丹波竜の正式名称は丹波ティタニスアメキティアエ。長い首と尻尾を持つ植物食恐竜で、全身骨格を間近で見れば体の大きさがよくわかりますね。壁面には丹波竜の骨格図を原寸大で展示した丹波竜ウォールマウントが。全ての骨格はまだ発見されていない丹波竜の化石がどこまで発掘されたのかを表現しています。丹波竜の化石が地層に埋まっていた状態を再現した山上モニュメントも見られますよ。発掘現場で実際に使用された用具と一緒に展示されているため臨場感たっぷり。最後は恐竜の博物館に限らず体験施設や調査センターなどを併設している白山恐竜パーク白峰。巨大な展示物がいっぱいの恐竜館や化石発掘体験ができる化石発見広場など複数の施設が集合したスポットです。中には化石のクリーニングを行う化石調査センターも。恐竜館には全長27メートルもあるディプロドクスの全身骨格やティラノサウルスのロボットなどがあります。エドモントサウルスの大腿骨は触っても OK。 化石発見広場で化石の発掘に挑戦できます。体験に必要なハンマーやゴーグル、軍手を貸し出しており、予約不要で気軽に参加できますよ。以上13施設をご紹介いたしました。恐竜の全身骨格やリアルな模型が目白押しの博物館はもちろん、化石の発掘体験ができるスポットも思い出に残ること間違いなしです。お出かけの際は最新情報をご確認ください。じゃらんではお出かけしたくなる様々な情報を発信しています。そちらもぜひご覧ください。